こんにちは、精神障害者 YouTuber の竹内です。今日も見ていただきどうもありがとうございます。今日は恒星と中性子星とブラックホールについて、まあ宇宙の話ですね、それについてお伝えしたいと思います。まずですね、あの太陽のような恒星というのは実はあの水素ですね、水素が核融合してヘリウムに変わるエネルギーで輝いているというわけですね、恒星は。そして恒星の終わり方にもあの3パターンありまして、太陽程度の質量の恒星でしたら赤色巨星という、まあ、太陽でしたらあのあれですね、今の大きさの250倍程度の大きさになって、そして縮んで最後は白色矮星という、白色矮星という死の星になるということですね。まあこの白色矮星ですが、実はあの重量があの1立方センチメーターですね、それで4万トンですね、ものすごい密度ということですね、もう死の星ですよね。そしてあの太陽よりあの8倍以上30倍以下の質量の恒星というのはあの超新星爆発ですね。あの8倍以上、太陽の8倍以上の、あの恒星というのは超新星爆発を起こして、あの8倍から30倍までの、あの恒星はあのその後はあの中性子星ですね、中性子星という中性子だらけの星になります。この中性子星ですが、実はですね、1立方センチメートルあたり10億トンですね、ものすごいあの白色矮星とは桁違いのあれです、密度、すごい密度があるということですね。あの重量1立方センチメートルあたり10億トンということですね。そしてこの中性子星にもいろいろ種類がありまして、マグネターという中性子星もあります。それはあの、まあ、中性子星の初期の段階でですね、よくできるものなのですが、ものすごい磁力ですね、ものすごい磁力が強烈な星ということですね。そしてあの中性子星でもですね、あの種類によってはあの回転する、非常に高速に回転する中性子星があって、それがですね、あの1秒間に何回も何十回も回転する中性子星もありますが、今のところ観測されている中性子星で最高の速度というのはあの1秒間に716回転ですね、716回転も1秒間にするということですね。まあものすごい回転数ですよね。そして30倍以上の質量の、あの恒星というのは超新星爆発を起こしてブラックホールになります。ブラックホールというのは密度が無限大で、機械でも飲み込まれたら出ることはできません。そしてブラックホールにも種類がありまして、超新星爆発を起こしたブラックホールは恒星質量ブラックホールといって、小型のブラックホールですよね。そうなりますけど、あのまあこのブラックホール、まあ宇宙というのは138億年ですね、今年だいたい現在で180億年ぐらいになりますが、実はですね、あのブラックホール同士も合体を繰り返しまして、各銀河ですね、各銀河の中央には大体ブラック、もうほぼブラックホール、超巨大ブラックホールですね。ブラックホールもあの恒星質量ブラックホールと超巨大ブラックホールがありまして、あの各銀河の中心にあの超巨大ブラックホールがあって、銀河の星たちはその 超巨大ブラックホールの周りをあの公転しているというわけなのですが、まあその超巨大ブラックホールはものすごいあれで、あの巨大なもので、実は我々の銀河系ですね、我々の銀河系にはあの太陽の430万倍という質量 の超巨大ブラックホールがありますが、お隣のアンドロメダ銀河ですね、アンドロメダ銀河というのはあの、まあ、銀河系というのは10万光年であって、アンドロメガラ銀河というのは25万光年になります。そしてあの2億倍ですね、太陽の2億倍もの質量 の超巨大ブラックホールがあるということです。そして現在確認されている中で最大 の超巨大ブラックホールというのは、なんと太陽の600億倍もあるということですね。ものすごい、ちょっと考えられない、そういったまあ、ブラックホールが現在観測されている中では最高ということですね。はい、今日は
恒星と中性子星とブラックホールについてお伝えいたしました。精神障害者 YouTuber の竹内です。どうもありがとうございました。